はい、皆さんこんにちは。中学2年生新中2の内容ですね。詩の表現技法についてちょっと確認していきたいと思いますが、1年生の方でもね、詩をやってるんですけれども、まあ、2年生はさらなるね、詩の表現技法がいっぱい出てきますんでね、ちょっと確認していければなと思います。さあ、詩の表現技法の中でまずはですね、外しちゃいけないのはこの比喩、例えを使って表す表現の仕方でしたね。3つあります。直喩、隠喩、擬人法ですね。まず直喩、ね、1年生の時にも紹介しましたが、ようだとか、みたいだとか、ね、こういう言葉を使って表すのが、直喩の、表現技法ですね。ようだ、みたいだという形で直接例えていきます。ね、例えばですね、まるで、雪のように白い、ね、こんな形でですね、雪のようになんていうね、こんな風にですね、まるで何々のようにっていうね、こんな形で例えている表現が直喩になります。で、隠喩、隠喩ですね。隠喩はこのようだとか、それからみたいだというか、こういう言葉は実はですね、使わないんです。隠喩は使いませんよって感じですね。こういうのを使わずに、直接例える、ごめんなさい、直接例えるつもりですね。こういったようなみたいだっていうのは使わずに、表現する、例える言い方が隠喩になります。まあ例えば、色変えるか、娘は、我が家のひまわりっていう形で例える表現を隠喩になりますね。娘をひまわりに例えてるわけですね。こんな形でやらせてもらうといいです。で、擬人法がめちゃくちゃ大事なんですね。擬人法をめちゃくちゃ押さえておいてもらいたいんですが、擬人法っていうのはいわゆる人でないものを人に、例える、表し方、表現技法ですね。これはですね、例えばですけれども、こんな文章ですね。まあ、こんな詩といった方がいいか。風に吹かれて花が踊るという形ですね。踊るというのは人間の動作です。人間の動作を花がしているわけですね。こういった人じゃないものが人のような動作をとってる、という時を擬人法と言いまして、この擬人法は非常によく出てきますので、ぜひとも押さえてくださいね。はい、それから2番、統治。まあ別名、統治法って言ったりもしますけれども、これに関してはですね、いわゆる言葉の順番を入れ替えて強調したい時に使います。言葉の順序ですね。を入れ替える、ね、こういう時に、使うのが統治になります、ね、言葉の順番を入れ替えることで言いたいことを前に出して、強調するわけですね。例えばまさに今の時期ですと、咲いた桜の花、ね、今日あたりは痩せ川の、ね、桜並木の桜が非常に満開で綺麗でしたね。この形で桜の花が咲いたっていう形で言う文章をあえて語順を逆にして咲いた桜の花だっていうね、こういう言い方が統治になります。咲いたんだよってことを強調したいわけだね。さあ、残りこちらちょっとパパッと確認していきましょう。あと3つほどありますが、反復の対句なんですね。これ非常にですね、押さえておいてほしいところなんですが、反復っていうのが同じ言葉を繰り返す表現になります。同じ言葉ですね。ですので、どういう形になるかっていうと、こんな形、春が来た、春が来たということで、本気でそうなんですよ。言葉通りで同じ言葉を繰り返す、これが反復になります。で、対句は同じような言い回しです。詩の言葉を
で、対応させて並べます。まあ、リズムが同じような言い方に、なってるわけですね。例えばこんな形、雨にも負けず、風にも負けずね。こういうのが対句になりまして、基本的に対句っていうのはすぐそばにありますね。続けて書くような形になりますね。なので並べるんですね、この2つの行がね。ですので同じ対応している言葉が、同じじゃなくて同じように、言い回し、同じような言い回しをしている対応する行が必ず並んでて出ているのが対句になりますので、こういう形でぜひとも押さえておいてもらいたい。ですので反復と対句はしっかりね、区別して覚えられるようにしておいてください。反復は同じ言葉、本当にまんま同じ言葉ね。対句っていうのは同じような言い回しをですね、対応して並べてるんだっていう感じですね。これがですね、しっかりね、区別ができるといいですね。で、最後、体現取りなんですが、これはですね、体現って言葉皆さん覚えてます？名詞って言うんです、体現はね。なんで、行末を名詞で終える言い方の表現になりますね。はい、それなんで、まあどういうことかって言えば、詩の文章がこう、ダーっていう形で詩がね、ありますよね。で、この最後に来る祭りの時に、例えばホニャララの、まあ今の季節ですから春とかっていう形で終わっている、ね、何々の春みたいな感じでね、こういう風に名詞で終わってる、デスマッシュとかの、ね、形で終わってないっていう感じですね。そういった名詞で終わってるのがいわゆる体現止めになりますので、こういった一番最後のところの部分をよく見てもらって、名詞で終わってるかどうかで判断してください。こんな話です。はい、というわけで今回は詩の表現技法をちょっとですね、確認させていただきました。ぜひとももう一度よく復習してですね、こちらしっかり区別つけてください、ね、詩の表現技法は詩の問題ではもう間違いなく出てきます。一番基本的なところなんで必ず押さえておくようにね。はい、というわけで、本日ここまでになります。また皆さん次回お待ちしておりますんでね、よろしくお願いします。ではまた、じゃねー。